は沖縄本島の南西に位置する島の一つ竹富島へ向かいます。竹富島へは石垣島からフェリーに乗り約10分で到着です。竹富島は周囲わずか 9.2 キロほどの小さな島。現代的な建物はなく、沖縄の伝統的な赤瓦の屋根の民家、サンゴを砕いた白砂の道、石垣で統一された集落はまさに沖縄の原風景。そして至る所に沖縄の守り神シーサーがいます。すごい口開けてるシーサー。お、上にもいっぱいいたシーサー。今から水牛車に乗って島を回りたいと思います。こんなに間近で初めて見た水牛さん。かわいい。名前レキオくんというね、男の子の水牛くんのご案内になります。レキオとはですね、ポルトガル語で琉球っていうね意味がありますね。島のうちはですね、このようなね、屋根は赤瓦で平屋建て、木造風の造りにお家の周りを石垣で囲うといったことが条件となっております。むやみに新しいお家を建てることはできませんし、あとね、お店を始めたいよと言ってもお店を作ることによって景観が崩れてしまいますので、商売を始めることも難しくなっておりますね。はい、でこちらの通り、フラワーロードと呼ばれてます。お花の綺麗な通りですね。ブーゲンビリアにハイビスカス、綺麗に見える通りです。頑張って歩いてくれたリキオくん、おっとりした性格ですごいこうコース回るのにゆっくり時間かけて回ってくれました。ありがとうね今日そろそろお昼ご飯を食べに行きたいと思います。シーサーだらけだね。ここにもシーサー。ゴーヤと豆腐も入ってるし、なんか野菜もたくさん入ってる。うん、おいしい。本当にいろんな食材が入ってて、すっごいたくさん野菜使うよね。健康的でいい食事だわ。ミニって言っても結構すごい量だよね。コラーゲンがたっぷり。うん、めちゃくちゃ柔らかい。なんか沖縄といえばソーキだよね。ソーキ丼にも野菜たっぷり、うん、おいしい。このプリンは豆腐屋さんの豆乳をそのままプリンでしたみたいです。おいしい。プリン自体は結構甘さ控えめ、豆乳の風味をすごい感じる。これ販売してるんだ。100円って書いてある。石かな。あ、星の砂か。200円だって。ホンドイビーチに着きました。すっごい綺麗。何層にも重なり合う青い海が白砂に映えるとても美しいビーチです。あー気持ちいい。頑張れば入れるぐらいの水温。なんかお店がある。なんだろう。星砂見本。あ、見て見て、星の形してる。見つけたいよね星砂。結構果てしないね。果てしない。完璧な星探すの難しそうだね。見つけた見つけた、完璧な星。
からね。これがちょうどいいね。家だ。おばあちゃん家来たみたいな感じ。おお。あ、ベッドルーム。こんな感じ。おお、ね。これテラスもあるよ。リビングだ。ここリビング。リビング。すごい。これ全部？おお。隣にこのカフェがあってそこで買ったんですけど、そのスタッフさんが部屋まで届けに来てくれました。竹富版ウーバーイーツみたいな。マンゴーパフェ、あ、美味しい。すっごい爽やか、めちゃくちゃ甘いマンゴー、美味しい。島をたくさんちょっと散歩してきたので糖分が染み渡ります。今から自転車に乗って夕日を見に行きたいと思います。見れるかわかんないけど雲がねちょっとあるから。じゃあ行ってさ、雲の差したから差してる日差しがまた綺麗じゃない、ね、こんだけさ水が綺麗だからすごい反射するね、うん、もうこの辺まで、うん、近くまで反射してるね。もう準備してください。本当だ、もう焼くだけみたいな。おーすごい、見てほしいです。綺麗な色。ということで今からバーベキューをしていきたいと思います。お肉もたっぷり、野菜もたっぷり、沖縄だからこのゴーヤもあのバーベキューで焼きます。じゃあ先にちょっと乾杯しようか。じゃあ乾杯。美味しい。あ、お肉すごいいい匂いする。うん、どう？おいしい。うまい。うん、沖縄といえばゴーヤ。うん、結構苦め。ちょっと焼きが足りないかも。素材そのまま食べてる感じ。このお肉でかいね。うん、もっちりしてるの、柔らかい。うん、うん、いや、いいね、バーベキュー楽しい。うん、おいしい。ここで多分入ってます。肌の量すごいね。種も食べられるのね、うん、いかがでしたか。小さな島にたくさんの見どころが詰まっている竹富島。ここでしか味わえない自然の姿はもちろん、離島ならではのゆったりとした特別な島時間を過ごしてみてくださいね。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。